塔の中私みたいね。ラプンツェルは長い髪、魔女に閉じ込められて一人歌って時を過ごし、何年も待ってる。何年も、まあ辛い生活。この辺忘れちゃった。死にたくなる。飛ばして飛ばして。でも最後にはカバの腰、王子が髪をよじ登ってきた。そうよ、彼は必ず現れる。信じているは本の世界。白馬に乗ってこの挿絵の世をすぐ来るは信じてる。23日目、それは今日。プリンセスは眠ってる。私の代わり、ガラスの箱の中、トイレはどうしてる。パラパラ、毒リンゴ、つまんない置き先、パラパラ。あった、ここ。七人の小人、飛ばして飛ばして。でもついに白雪姫は王子様のキスで目を覚ます。そうよ、彼は輝く白い歯を鎧で隠して現れる。そしてひざまずきプロポーズするのよ。結婚式の日取りは958日。それは今日、今日来るの。プリンセスは誰でも私みたいね。違うわ、私はまだ待っているの。みんな幸せに暮らしてるのに、私は例外。あ、これやったっけ。悪役はカット、妖精も危険もクジラも誘惑もカット、怪物も全部カット。はじめは同じで待ってる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 。日